ウィッチャー2屈辱の国は、ポーランドのファンタジー作家、アンドレイ・サプコフスキによる、ウィッチャーサーガの長編作品、第2弾である。ポーランドで、1995年に初版が発行された。日本では、早川書房より2017年に、ウィッチャー・アイエルフの血脈同時に刊行された。北方諸国への侵攻を目論むニルフガード帝国を牽制するため、王たちは、 シントラの大化を生き延びた源流の少女シリラをめぐって暗躍を続けていた。白狼ことウィッチャーのゲラルトはテメリア国のドリアンに住む弁護士兼探偵のゴートリンガーとフェンを訪ね、この事実を知る。彼は怪物狩りで得た大金を元手にシリア彼女を追う魔法使いに関する情報収集を依頼していたのだ。さらにシリが エルフのイニシエの血を受け継ぐ危険な存在であることを告げられるが、ゲラルトは継続調査を依頼し、その場を去った。エランダーの寺院を立ったシリとイエネファーの旅の目的地は、ゴルスベレンだった。イエネファーは、シリをアレツザの魔法学校に在籍させ、魔法の使い方を学ばせようとしていたのだ。イエネファーが、旧地の中である銀行家のドワーフギアンカルディを訪ねる、間。だ、 シリは銀行の従業員ファビオに連れられ町の観光に出かけるも見せ物小屋のワイバーンが暴走する事件が発生現場から逃走するシリを追い詰めたのはジョマホー使いのティサイアド・ドブリエスとマルガリータ・ラウクス・アンティレだったマルガリータは魔法学校の校長でその日脱走した女生徒とシリを取り違えたのだった旧友、イェネファーと再会しべての事情を飲み込んだマルガリータと ティサイアは宿屋の浴場を貸し切ってくつろいでいた。一方、女魔法使いたちにワインのお代わりを持ってくるよう何度も使わされた尻の内心には不満が溜まっており、ひょんなことをきっかけにしてゲラルトに会いたい一心から女魔法使いたちの目を盗み、ヒルンダムに脱走してしまう。しかし、その道中にはリスダンのエルフや勇キワイルドハントたちが待ち構えていた。 命からがら逃げ延びた尻は、彼女を追っていたイエネファーの助けもあって、なんとかゲラルトの元に到着。かくして、ずっと離れ離れだったゲラルトとイエネファーは、再会を果たし、三人は揃って、アレツ座のあるサネット島に向かうことになったのだった。ゲラルトは、イエネファーと共に、アレツ座で開かれた魔法使いの集会に、出席することとなった。集会には、 北方諸国の魔法使いたちが一堂に会しており、その中にはレダニア国の情報員ディクストラの姿もあった。ゲラルトを通じ尻の情報を得ようとするディクストラ。他の魔法使いたちもゲラルトに対して怪しげな素振りを見せる中、ロゲビーンのビルゲイホルツはより積極的にゲラルトを仲間に引き入れようと勧誘をする。あくまで中立を誇示するゲラルトは、 魔法使いたちとはもとを分かち、イエネファーと私服の一晩を過ごすのだった。翌朝、ゲラルトが用を足すため庭に出た時には、すでに異変が起こっていた。魔法使い同士が衝突し、サネット島は大きな混乱の中にあった。ことの中心にいたのは、フィリパ・エールハートで、彼女らは、ニルフガードに通じた魔法使いたちと戦いを繰り広げていたのだ。この事件の発端を生んだのは、 知りだった。ティサヤ・ドブリエスの要請で、魔法使いたちの前に姿を現したシリは、トランス状態に入り、未来に起こることを次々に予言した。レダニア王の暗殺、ドルアングラにおける、エーダアンコクとニルフガード軍の衝突。予言を聞いたティサヤは、なぜか魔法障壁を解除。これにより、強烈な魔法合戦が開始されたのだった。魔法使い同士の衝突で、 リディアやアルトードテラノバ、そして最高位の評議会員であるヘン、ゲディムデスが命を落とす中、ディクストラにより拘束されていたゲラルトは、シリとユネファー救出のため、戦いの中心であるガルスタング宮殿に向けて逃走。途中、キーラ・メッツラと協力しながら、ついにシリの元にたどり着く。シリは、宮殿に潜伏していたリスダンやリエンスの追走を振り切り、フリーキリ、 夢にたびたび現れていた、羽根付きカブの黒い騎士と対峙するも、ウィッチャージ込みの剣裁きでこの撃退に成功していた。敗北した黒騎士ことカヒルは、自分こそが、シントラで尻を救ったのだと告白。ゲラルトはとどめを刺すことなく、その場を去った。そして、彼の前に最後に立ちはだかったのは、ビルゲフォルツだった。カモメの塔に逃げ込んだ尻をめぐって、 激しくぶつかり合う二人。しかし、ゲラルトは、一瞬にして敗北。トリス・メリゴールドとティサイアの助けを得て、命からがら戦場から逃げ延びるのだった。サネット等の反乱から時は、流れ、銀融詩人ダンディリオンがブロキロンの森を訪れた。そこでは、傷ついたゲラルトが、森のせいにかくまわれていたのだ。ゲラルトは、ダンディリオンに対し、 反乱以降の世界情勢を語るように要請。ダンディリオンは一連の事件以降に引き起こされた戦争について語り始めた。すべてはシリが予言した通りだった。ニルフガード軍がドルアンぐらい侵攻し、エイダーンとライリアが壊滅的な被害を受けた。テメリアのフォルテスト王はニルフガードに下り、レダニアのビジミル王は暗殺された。北方諸国は まさに火の海状態になっていた。すべてを聞いたゲラルトは、傷ついた体のままブロキロンの森を立つ。未だ安否の知れぬイエネファーの身を案じつつ、尻のいるニルフガードを目指すのだった。一方、ニルフガードでは、エムヒル皇帝の婚約者として、尻が迎え入れられていた。しかし、この尻は用意された偽物。ニルフガードも、また、尻を取り逃がしていたのだった。尻は、 砂漠の真ん中にいた。カモメの塔にあるララポータルに入った彼女は門を通じて北方諸国を遠く離れた全く見知らぬ土地に投げ出されてしまっていたのだ。食料も水もない土地で尻は傷ついた体を引きずってひたすらに進む。絶望的な状況の中でも虫をはみ炉をすすって生き延びようとする尻。道中ユニコーンの助けを得て 襲ってきた怪物の撃退に成功するも、ついに行き倒れてしまう。そんな彼女を救ったのは、トラッパーズと呼ばれる、盗賊団だった。彼らは賞金を目的として、ニルフガードに雇われた人間で、尻をひどく扱った。そんなある時、盗賊団の一行が訪れた酒場で、尻は同じく別の盗賊団にシルズに捕らわれた、エルフ系霊と出会う。 彼は、ネズミという盗賊団の一員であり、高い賞金がかけられていた。やがて、敬礼を救うために現れた、ネズミのエルフたちが酒場を蹂躙。混乱に紛れ、尻もまた逃げ出すことに成功する。敬礼救出の助けになったことに加え、極芸師のような素早い動きが評価されたことで、尻はネズミに受け入れられ、ファルカと名乗って行動を共にするようになる。そして、 まさかシリが盗賊団の一員になったなどと知らない。ニルフガードではネズミたちの抹殺命令が下されるのだった。ありがとうございます。